こんにちは、コスケです。代表的なポータブル電源ブランドの一つ、ブルーティーから新しいポータブル電源が発売されました。それがこの AC300 でございます。ここに書いてますね。で、今回のこのポータブル電源、モジュール式のポータブル電源になっていて、実はこの本体部分にバッテリーは入っていません。バッテリーは別になっていて、この下にある B300 というのが蓄電池部分なんですよね。これを接続して使う、まさにモジュール式のポータブル電源となっています。このバッテリー部分 B300 を最大4つまで接続できる、超大容量のポータブル電源ですね。蓄電池部分を分離しているので、これだけ大容量でもなんとか持ち運びも可能なポータブルな電源となっております。で、オンオフスイッチはここについていて、操作はディスプレイで行います。ちなみにここのスイッチオンにすると蓄電池部分の電源も勝手に入りますね。で、ここで結構いろんな設定も可能で、機能的にはかなり豊富ではないでしょうか。スペックはこんな感じになっています。最大 3000W まで AC 出力できるポータブル電源で、なんといっても最大の特徴が容量ですよね。 B300 一つで 3072Wh になっています。もちろん磷酸鉄ですね。で、この B300 を4つまで同時に接続可能なので 12288Wh という、本当に超大容量のポータブル電源になります。で、さらに別売りのアクセサリーを買うと、この1万2000を超えるセットを2つ直列でつなぐことができるみたいで、なんと24576Wh と、ほぼ 25kWh のポータブル電源になります。ここまで容量が増えると KEV 以上、日産サクラなんかは 20kWh なので、それ以上の容量のポータブル電源になりますね。ただ重量も全部合わせると300キロを超えてきますし、家庭用としてはここまでは必要ないかなという感じがします。ただモジュール式ということもあって、それらすべてを一人で持ち運ぶこともでき、最大25キロワットくらいまで増やせるというのは面白いかなと思います。で、USB は C 端子が100ワットまで使えて、ワイヤレス充電も上に2つついています。放電温度はマイナス20度からと、磷酸鉄ですが低温でも動くので、北海道の冬でも問題なく使えると思います。UPS 機能も20ミリ秒と比較的速くて、アプリにも対応しているので、結構高性能なポータブル電源ですよね。サイズは見ての通り、セットで使うとそこそこ大きく重たいので、基本は家に設置して、防災とか停電対策はもちろん、夜電気が安い時間帯に充電して昼間の高い時間に使う、電気代節約がメインになるポータブル電源じゃないかなと思います。でも、たまに持ち運んでキャンプとかアウトドアで使うこともできると、そんな製品ですよね。バッテリー部分の B300 はオプションの充電器を買うと単体でも充電できるみたいですが、基本的にはこの A300 と、横で接続して使うバッテリーとなっていて、この AC300 は単体だとバッテリー中に蓄電池が入っていないので、ポータブル電源としては使えないということになります。では、まずはスペックに書いていなかったコンセントからの充電時間をチェックしてみましょうか。販売ページには最短 1.5 時間と書いてありましたが、それは太陽光パネルをたくさんつないだ時の最短の充電時間なので、家庭用コンセントから充電したらどのくらいで充電できるかチェックしてみたいと思います。それでは、このブルーティー AC300 充電していきたいと思います。これ自体にバッテリーは入っていないので、これとつながっているこの B300 という 3000Wh のバッテリーを充電していく感じですね。これバッテリーと本体分割できるので、充電時でもコードが届く範囲であればバッテリー好きな場所に置けますね。そんなにコード長くはないですけどね。コンセントからの充電はこのケーブル1本で行います。コンセント側はアース付きなので、
アースのないコンセントに使う場合は、よいしょ、アダプターをつけないとダメですね。500、600円ぐらいで売ってると思います。じゃあ早速充電していきましょう。ちなみに現在の容量は 0% となっています。完全に使えない状況ですね。 AC 出力もオンにならないです。で、この AC300 充電ポートが複数あって、一番上が AC 充電用のポートとなっています。下が DC で同時に使うこともできるみたいですね。今回は AC 壁のコンセントから充電いたします。で、外れないようにしっかり固定いたしましょう。それでは充電、よいしょ、開始です。充電が始まりました。 1500W で充電されています。時間も計っていきましょう。このバッテリー 3000Wh なので、 1500W でずっと充電されたとしても2時間ぐらいはかかるはずですね。さあ、それではこのまま様子を見ていきましょう。 1500W で充電されてますが、かなり静かですね。さあ、現在55分経過いたしました。今充電状況は 40% ぐらいですね。で、ファンたまに回るんですが、かなり静かなファンで、寝ていても気にならないぐらいの音しかしないと思います。今鳴ってるファンの音が断続的になる感じですね。で、このペースでいくとまだ 40% なんで、2時間半ぐらいでしょうかね。それぐらい満充電までかかるかもしれません。ただまだ 1500W で充電はされております。充電開始からぴったり2時間経過いたしました。現在 85%、 2時間で 85% ですね。これ今気づいたんですが、ここタップすると入力周波数とか電圧なんかも見ることができるんですね。ちなみに静音モードなんかもありますが、これ静音モードじゃなくてもかなり静かなので、特に設定する必要はないのかなと思います。現在 99% でもうすぐ2時間半経ちますね。そろそろ充電は終わると思います。満充電間近だと充電スピード 650W ぐらいになってますね。満タンになりました。よいしょ。充電時間はだいたい2時間半でしょうか。完全にゼロの状態から 100% 満充電まで2時間半かかりました。 3000Wh を超える大容量ということを考えると、かなり早いんじゃないでしょうか。充電スピードが 1500W だったので、家庭用のコンセントからの充電だとこれが限界なんだと思います。さらにスピードを上げるには、例えば他の DC ポートなんかを使ってダブル充電していくという感じになりますよね。だいたいこの B300 を1つつないだ 3000Wh の容量を2時間半で充電できましたね。早いですよね。単純に B300 を2つつなげて容量2倍にすれば5時間、最大4つ接続すれば10時間でしょうか。だいたい12.5kWh で10時間ぐらいで充電できると思います。例えばオール電化の家庭なんかは、深夜電力の安い時間帯が、価格の安い時間帯がだいたい10時間前後あると思うので、その間にフル充電できそうです。で、昼間はここに貯めた電気を可能な限り使うことができれば、常に安い時間帯の電気を使えるということになるので、電気代もかなり節約できるんじゃないでしょうかね。年間で見れば本当満タンの電気代節約できるかもしれません。あと充電中の音も結構静かでしたよね。充電中も割と静かなポータブル電源だったと思います。では次に出力のテストと出力時のファンの音チェックしてみたいと思います。それじゃあこのブルーティーの新しいポータブル電源、出力テストも兼ねて音のテストも、ファンの音のテストもしていこうと思います。出力は 3000W までですね。3000W まで出力できます。
で、なかなか 3000W 出力するのって難しいんですが、電気ケトルがこれ 1450W で、こっち 1300W なんですよ。なんで合わせて2750ですね。それに 200W、400W の切り替えができる電気ストーブを2つ準備しています。全部フルでつけると 3550W でしょうかね。ではスイッチオン。ちなみに上の本体のスイッチを押すと下のバッテリーの電源も入ります。連動してる感じですね。では AC 出力をオンにします。全部タッチパネル操作ですね。ちなみに AC 出力は各 2000W までですね。各 2000W までのコンセントが6つついています。あ、そうそう、先に電圧チェックしましょうか。電圧は僕の持っている電圧計で 100V ぴったりですね。ちゃんと日本向けの設定になっています。じゃあまずはこれとこれの電源を入れて 2750W 使って、で 400W、 最終的には3つ目、これも使って 3050W まで使ってみたいと思います。じゃあまずは電気ケトル2つですね。今ここに 2722W と表示されていますが、ファンは無音でございます。やっぱりバッテリーが分かれてるからか静かだよね。これ本体単体なので放熱とかもしやすいのかもしれませんね。じゃあさらに 200W 追加していきましょう。これで 2900W ですね。で、もう 200W 追加して 3000W 超えます。あ、警告が鳴った。 3000W ぴったりまでだね。きちんとオーバーしたら、あ、でも警告は鳴るけど一応ちょっと動くんだ。いや、静音性がすごい高い。とにかく静かなポータブル電源ですね。で、出力もきっかり 3000W 出力できましたね。多少オーバーしても警告はなりますが多少使えるみたいです。ちょっと 3500W くらいまで使ってみましょうか。で、さらにここから 200W をプラスして、まだ止まらないね。で、3500W。警告は鳴るんですが、3500W も一応使えてます。多分どっかのタイミングで止まるとは思いますが、多少オーバーしても使えるみたいですね。もちろん、ファンの音はほぼ無音でございます。結構静かでしたね。そう、ファンの音がほとんどしなかったです。3000W で出力しても、まあ、無音か静かなファンが回るという感じでございました。で、3000W オーバーして使いましたが、説明書をよく見てみると、3000W をオーバーして3100から3750W までは2分間連続して使えるみたいです。で、それを超えると5秒で止まるみたいなので、だいたい2分間であれば 3750W まで使えるという、本当大出力のポータブル電源ですね。まあ、これだけ使えれば家でいろんな家電製品使っても大丈夫じゃないかなと思います。というわけで、超大容量ポータブル電源 AC300 と B300 の紹介でした。重さに関してはこの本体部分 AC300 は 21.6kg です。なので普通に持てます。男性であればまあ大体持てるかなと。こっちは問題ないですね。で、バッテリー部分の B300 は 36.1kg、 そこそこ重たいです。ここうちの2階なんですが、まあ、なんとか1人で持ち運べはするものの、気軽に車中泊に持っていく製品ではないかなと、まあ、そんな感じはしました。まあ、ただ持てるには持てるので、家族とか仲間で集まってアウトドアする場合には協力して持っていくと電気に困らないオール電化なアウトドアも可能かなと思います。
36キロってだいたい10歳前後、小学校高学年の子供くらいの重さなので、持てなくはない重量ですよね。で、バッテリーはリン酸鉄で長寿命ということもあって、まあ、モジュール式なので、壊れた部分だけ買い替えることも可能です。長く使える製品ではないかなと思います。本当防災目的とか、まあ、電気代の節約、そしてたまにアウトドアでたくさん電気を使いたいという時にはすごくいいポータブル電源じゃないでしょうかね。それではまた次回の動画をお楽しみに。